ニューストピックスです金沢市は9月以降底引き網漁で水揚げされた魚介類を私立の小中学校の給食で提供します新型コロナウイルスの影響で打撃を受ける地元漁業者を支援する取り組みです底引き網に入る甘エビやタラを使ったこんだてで児童生徒に金沢の海の幸の美味しさを知ってもらい食育や地産地消につなげるということです 今回はこの話題について政治部の小林記者に聞きます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さてコロナ禍で漁業者が打撃を受けているということですが、具体的にはどのような影響が出ているのでしょうか。はい。コロナの感染拡大で高級鮮業を扱う飲食店が休業したり、北陸の海産物を目当てに金沢を訪れる観光客が激減したりしたことで行き場を失った海産物の価格が下がり。 漁業関係者は厳しい経営を強いられています。実際、昨年の金沢市中央卸売市場の水産物部全体の入荷量は、前年比三千百十六トン減の四万一千七百四十五トン。取扱金額は六十億四千百七十三万円減の四百三十七億二千九百三十七万円。と落ち込んでいますうん。コロナは漁業にも大きな影響を与えているんですね。 それでは学校給食で地元の海産物を提供するのはどういった狙いがあるんでしょうかはいまずは給食用の食材として仕入れることで低迷する外食需要を補う目的がありますまた近頃は調理に手間がかかるといったイメージから家庭の食卓で魚介類を食べる経験の少ない子どももいますこのため 給食をきっかけにして児童生徒に地場の海産物に親しんでもらい家庭での消費拡大につなげる狙いもあります9月の底引き網漁解禁後一定の水揚げ量が見込める甘エビやタラを使ったこんだてを提供する予定です子どもたちに魚の美味しさを知ってもらうことに加えて金沢の漁業についても学ぶ機会があったらいいですよねそうですね金沢市もそうした考えを持っており 地元海産物を使った給食の提供日には、漁師が学校を訪れ、金沢港に水揚げされる魚の美味しさや調理法、漁業の魅力や苦労などを児童生徒に説明することを検討しています。学校給食では今年度、年間を通じて金沢伝統のかが野菜を使ったこんだてを提供する取り組みも新たに始まります。金沢市の担当者は、 子どもの頃から金沢の海の幸や野菜に親しむことで大人になっても地場の食材を食べてほしいと話しています。ニュースストピックスをお送りしましまた